イヤケイヤケイは、四国の徳島県三好市に位置する深い部位時刻の続く渓谷。イヤ谷、イヤ渓谷とも言う。吉野川支流の矢川にあり、全長は10キロメートルにも及ぶ。高さ数十百メートルの高低差も、去ることながら、降水量も多いために樹木が生い茂り、隔絶された深山遊国の景観を要する。また一帯は、 平家の落ちう伝承がある隠れ里として名高く、日本三大秘境を歌う地であり、山独にへばりつくように住宅が点在する。と、福島八十八景に選定。四国三郎とも言われた吉野川は、水害が多い暴れ川として知られ、支流のこの川も、例外ではなかった。加えて、過酷の急瞬差もあって、川をまたぐのは至難の豪であった。 そのために集落をまたぐ橋が設けられた。それが西岩山にあるカズラ橋であり、また東岩山には奥岩二重カズラ橋がある。名物の岩そばは有名。また他にこんにゃくなどを産する。岩温泉が湧き出してからは、観光地としての色も一段と高まった。標高が高いために陶器には、降雪も確認される。東岩には、二郎宮や三峰、 西に進むと、大ボケ、小ボケがある。いずれも鶴木山国定公園の指定地域。JR 四国土山線が近くを通る。高速道路では、徳島自動車道以下は池田インターチェンジが最寄りで、一般道路では、いい夜景道路が谷に沿って走る。ありがとうございます。